I tried to write you a song that no one's ever heard before. Wrote lines and words of our love, but somehow it needed more. Oh, maybe the way that... はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、またモバイルバッテリーですね、これを頼んで届きましたので、まあ、ちょっとのんびりやっていきたいと思っております。僕もですね、モバイルバッテリーはですね4つぐらい持ってるんですけど、皆さんは何個持ってますかね。これが1万ミリアンペアの、モバイルバッテリーを買いました。今僕が持ってるモバイルバッテリーに比べると小1万って書いてますね。もうなんかだんだんちっちゃくなってきて、技術の、進歩に驚かされます。それでこれなんで買ったかっていうと、ケーブルがついてるんですよね。ケーブル付き、僕が持ってるのはケーブルなしのタイプで、 USB が2個刺さるやつと、あとは無接点充電のやつを持ってるんですけども、やっぱりこのコンパクトでケーブルが収納されてるやつっていうのが一番使いやすいんですよね。でこちらの方がお値段が2300円ほどで、軽さはですね、ちょっと後でこちら乗っけておきますけども、相当軽いですね。今まで持ってたやつは重たかったので、どうしても 5000mAh のちっちゃいやつをちょっと持ち歩いてはいたんですよね。アンカーで買ったやつが 5000mAh だったので、それを持ち歩いてました。でもこの軽さだと 10000mAh でも全然苦じゃないので、これですね、僕が今まで使ってたやつは 10000mAh で、アメリカのやつなんですけど、まあ、かっこいいはかっこいいんですけど、ちょっとあまりにも重たいんですよね。この筐体がアルミっていうのもあるんでしょうけど、でそれに比べるとこちらの方はダントツ軽くなってますよね。本当に1万ミリアンペアあるのかなっていうのはちょっと疑問だったりするんですけども、まあ、ちょっと持ちの方は後々ですね、1週間1ヶ月レビューっていうのができたらいいなと思っております。一応保証が3ヶ月間ついてるようで、説明書が入ってはおりました。まあモバイルバッテリーは何個あっても困るもんじゃないので、まあこういうものはちょっと周期的にですね、軽くなって使いやすいものを買った方がまあ便利になっていくっていうところだとは思います。ただまあ使えりゃいいよっていう人にとっては、いちいち軽くなっただけで買うっていうのはあんまりしないのかもしれませんね。こんな感じです。それでまたこれついでにちょっとダイソーに寄った時に、330円のヘッドホン、ちょうどヘッドホンが欲しいなと思ってたんですよね、編集するとき用に。で結構高いやつですね、3万とか4万するやつを狙ってはいたんですけども、なんかこの330円っていうのにですね、なぜかちょっと惹かれてですね、で330円でヘッドホンってどんな音が出るんだろうっていうちょっと興味が湧いてきてしまいまして、気づいたら買っていたっていうものですね。でこのヘッドホン330円の割には、まあ、耳のところは、すごいしっかりしてますね。まあちょっとこのアルミっぽいところはちょっと傷があって、さすが
中国製だなっていう感じがしますね。一応ここ伸びるのが伸びるのでついてまして、まあ、この辺はちょっとチャッチープラスチックだなっていう感じですね。で音の方ですね、肝心な音の方なんですけども、結構ですね、今ジャズをちょっと YouTube 聞いてるんですけども、低音がしっかり効いてるんですよね。思ったよりは僕の中の330円の音をはるかに超えてきて、まあ、多分1980円ぐらいのヘッドホンの音っていう感じがするんですよね。まあ今この1980円のヘッドホンって結構全部いい音なのかもしれないですけど、僕が昔使ってたヘッドホンと似たような感じで、うん、結構普通に使えるなと思ってしまいました。他にもですね、1000円ぐらいで無線まではいかないですけど、つながった線のイヤホン、まあ、一応無線ですか、右左で分裂してないやつとかもあり